この文鳥くんもね、そんなに長くはないですよ。最近入った白文鳥ですね。多少大きめで来ましたけどね。うちにそれでも5、6日いるんですかね。すっかり慣れました。今ではね、越境して隣の箱の先ほどのあの鱗インコとかね、いましたね。さざ波インコが入ってるところ。あそこに潜り込んで一番下にコソコソっと潜り込みますね。夜の9時頃になったら。で寝て、朝はもう真っ先に飛び出してきます。おい、どうだ？はい。まだだよ、ご飯はまだだよって、一回ご飯をやるの忘れてるかもしれませんね。あ、思い出させたようですね。ご飯くれ、ご飯くれって言ってるようです。じゃあ、この文鳥くんもね、そんなに長くはないですよ。最近入った白文鳥ですね。多少大きめで来ましたけどね。うちにそれでも5、6日いるんですかね。すっかり慣れました。今ではね、越境して隣の箱の先ほどのあの鱗インコとかね、いましたね。さざ波インコが入ってるところ。あそこに潜り込んで一番下にコソコソっと潜り込みますね。夜の9時頃になったら。で寝て、朝はもう真っ先に飛び出してきます。おい、どうだ？はい。まだだよ、ご飯はまだだよって、一回ご飯をやるの忘れてるかもしれませんね。あ、思い出させたようですね。ご飯くれ、ご飯くれって言ってるようです。